関秀夫は日本の児童文学者。電気技師だった父の当時の任地名古屋で生まれた。その後も父の転勤に伴い、茨城県潮来町、石川県尾小屋鉱山など各地を転々とした。少年時代に小川未明の童話に接して文学者を志し、雑誌、童話への投稿をきっかけに縁を持った同社編集長、千葉正蔵の指導を受けるようになった。働きながら立正商業学校卒業。読売新聞社と新聞、帝国教育会出版部、日本小国民文化協会などに勤める坪田常次の琵琶の実学校に参加。1942年、北国の犬を上梓して作家デビュー。戦後1946年、子供の広場の編集に携わり、同年、日本児童文学者協会を創立。1965年、理事長となる。1972年、小さい心の旅で、日本児童文学者協会賞、産経児童出版文化賞、また、同作品と白い蝶の木で赤い鳥文学賞受賞。また1984年、体験的児童文学誌で、日本児童文学学会賞、1985年、日本児童文学者協会賞受賞。岩谷さざ波文芸賞受賞。1991年には、日本児童文学者協会の第11代会長に就任したが、1996年の創立50周年記念総会を前にして亡くなる。児童文学界の大御所的存在だった。思想史家関耕也は息子である。関秀夫、小さい心の旅改正者、1977年、257、258ページ。ありがとうございます。